激しい舞と躍動する拍子が観客を引きつけ魅了します。今回紹介する黒森神楽は県指定の無形民俗文化財で、宮古市山口の黒森神社に伝わる神楽です。黒森神社は山伏が開いた霊場で、古より沿岸地方の熱い信仰を集めてきました。毎年1月、黒森神楽は黒森神社の御神体を獅子頭に移し、南は釜石、北は久慈地方に向けて神楽の巡行を行います。今年は宮古市以北を巡行する北回りのコースです。黒森神楽の舞人たちは宮古市だけでなく近隣の町村に住み、地元の神楽人としても活動。巡業の期間に黒森神楽の一員となって一月以上にわたって活動します。昔は6ヶ月も巡業を続けたといいます。舞い立った神楽衆は黒森神社代々の別当の墓前に訪れ、墓獅子という念仏を行います。さらに旦那様と言われた有力者の墓も訪れます。神社総代長の家に神楽は舞い込み、1日目の宿になります。ここを起点に家々を祈祷して歩きます。黒森さんっていうのの存在って言えばやっぱり、その我々の後ろには黒森さんがいて見守ってきてんだよという一つの信仰でね、まあそういうことによって、仕事にも精を出す秋の実りをその、みんなで喜び合うというような、この特に信仰というよりがもう自然発生的なその考え方なんでねえかなと思うと思う。神楽は山伏が伝えた舞と言われていますが、黒森神楽の発祥は定かではありません。神社に残る獅子頭から500年以上前から続いているものと思われます。宝暦年間1785年の古文書に神楽巡業をめぐる争いの記録があり、巡業が相当古くから続いていることを伺わせます。山口地区の家々を祈祷して歩く門打ちが2日間にわたって行われました。玄関に祭壇を設け、お酒、塩、お米を備え、権現様が祈祷、無病息災、五穀豊穣を人々は願います。地元の保育園や老人ホームにも訪れました。子どもたちの笑顔に神楽衆の疲れも吹き飛んだようでした。
新築した家屋を祈祷する柱固めが行われました。家の隅々を権現様が払い清め、家族の安全を祈願し新築を祝福します。神楽念仏は先祖の回向のため、権現様が位牌などを巡り念仏を唱えます。今回は宮古出身で太平洋に眠る旧海軍潜水艦艦長の菩提を供養しました。いよいよ一月にわたる神楽巡業の始まりです。3日間世話になった宿を権現様が隅々まで祈祷します。神楽宿のある地区に着くと、地元の神社に一同で詣でます。自動車で乗りつけることはせずに手前で下車し、雪道を歩いて参拝しました。午後の3時ごろ、巡業1日目の宿に到着しました。早速舞込みや夜神楽の準備に取り掛かりました。若い神楽衆は米の粉を練って権現様に備える仕とぎ団子を作ります。夕方5時頃から舞込みの儀式が始まりました。しっとぎ獅子の舞は七ず舞などの芸能のもとになった舞です。しとぎ団子を作った残りをドロドロにして人々の顔に塗ります。権現様が火伏せをして舞込みは終わりました。いよいよ夜神楽の始まりです。神おろしを歌いながら鐘や太鼓を打ち鳴らし、神様を呼び寄せるのだといいます。神楽で必ず最初に演じられる払い清めの舞です。邪気を払う力があるとされる桃の枝を使います。宿とこの地域から悪いものを払い清める舞です。榊場は神楽の基本といわれる舞で、激しい足踏みなど大変荒々しい動作を連続して舞います。この地域には末前神楽があり、小学生から大人まで保存会を作って活動しています。その子どもたちが榊場の舞を真剣に見ていました。清められたおみきが人々に振る舞われました。新しい年を祝う松迎えは、千秋と万歳という兄弟が舞います。その太鼓を叩くのは地元の神楽師匠中村隆一さんです。14歳から黒森神楽に加わり、今は地元の神楽を指導しています。
まあ、当時はやっぱり人数も14体が15人だったね。まあ、裾がこれ、ついていくからね、なかなかやっぱり厳しいんだね、今とは違ってね。基本はまあ、聞くわけだね。あとは自分でこれ、自分でまあ好きなように待っていくわけだね。神楽宿では近所の人たちが炊事の手伝いをしていました。神楽以外にもですね、いろんなそのテレビラジオがございますけれども、それでもあの神楽となりますと、やはりあの神に頼るっていうか、特にあの本年度みたいな例外の場合はですね、まあ見物をするということもあるんでしょうけれども、神を拝むって言いますか、今年の豊作を、本年度のですね祈願をする、そういうことがいっぱいでおいでになるんじゃないかなと思いますね。どこの神楽でも人気の高い山の神は、山伏たちの修験の厳しさを表した舞と言えます。およそ40分に及ぶ踊りでも、見る人々は目を凝らし、歓声を発して舞にのめり込んでいきます。できたらばあんなにやりてえなと思うんだと思う、なかなかね。中入りにはそばなどが振る舞われ、お花の紹介が行われます。大量の祈願を表した恵比寿舞になると座が開け、観客からの飛び入りも混じり、夜神楽は佳境に入ります。地元と一体となった黒森神楽の姿がそこには見えます。私が鍛えた名刀というものは、そのへっぴりごすからスラーッと、さらに人々を楽しませてくれるのが狂言です。身近な事柄を交えながら笑いを誘い和ませます。その集落といいますか、地域の人たちが、喜んで迎えてくれると、これが自分たちの、本当の意味の、気持ちの支えになっているように思います。黒森神楽の巡業は始まったばかり。各地域の人々を和ませながら春祈祷の旅は続きます。民族芸能は暮らしに息づいた大切な文化、人々の融和を図り、地域の誇りを培い、ふるさとを守る遺産と言えます。